はい、良い子のみんな、お相撲は親お蝶のお兄さん、ヘビリンザーマスはよーチェックというわけでございまして、改めまして大人の皆様こんにちはのヘビリンザーマスはよ、お元気にしてるザーマスかしら。さあ今日もですね、ヘビ蔵のお待ち遠さま、大相撲今日の親お蝶、この糖尿病でやろうちくしょう、このやろう一歩やろうちくしょう、落ちんやがれってそういうこと言って、地獄に落ちやがれってそういうこと言っていけないザーマスはよって言ってるザーマスはね。さあ今日もですね、何をするのかしら、何をするの、わからないわよ、わからないわよ、ヘビリー何もわからない、ただのクソバカ野郎、そういうこと言ってはいけませんザーマスはね。というわけでございまして、ラジオ配信です。さあ今日もお客様のお耳を拝借いたします。それでは番組スタートです、よろしくどうぞ。はい、そういうわけでございまして、改めましておこんにちはのヘビリンザーマスはよ。さあお元気にしてらっしゃいます。なんだかね、ちょっと少し肌寒くなってまいりましたね、毎日毎日ね。まあなんだか分かりませんけども、いろんなね、自民党の議員がですね、点検も終わったと言ってるのにですね、ポロ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 ね、お統一教会のね関係者がポロ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 出てくるという、このクソバカ野郎というわけでございましてですね。さあ今日はですね、何をするのというわけでございます。さあ、今日もですね、昨日のリクエストの続きになっておりましてですね、昨日は女相撲やりましたね、それの続きで、相撲設置への儀式についてお話ししていきたいと思います。さあもう先にね、あれざますわよ、ここに今日のキーワードというのを載せておりますんで、これを追っかけていきながらお話ししましょうね。さあいきますよ、次に飯仰せの儀があった、飯仰せの儀、これが公に相撲設置への用意を即す儀式であった。左右の近衛の事象に対して仰せられたのである。こうして支度を命じられると討ち取りを行った。討ち取りとはいわゆる稽古のことである。左右の近衛の府に相撲所が開かれ、力士の稽古をさせた。これが転覧される場合もあった。転覧の討ち取りを御前の討ち取りと言った。討ち取りに並行して近衛の大将、中将、少将、将元らが待てと脇とを決める。脇のことを助けてとも言った。こうして強弱の順序を決め、相撲人光明を作る。そして討ち取りの手遣い、すなわち取り組みを定めて、天覧の天皇の御覧に供するのである。天皇はこれを獅子殿の後の自上殿で見るのである。大将が天皇のご機嫌を伺ってから、相撲陣に向かって東を向け、次に北を向け、最後にまかり入れと号令をする。それから勝負に入る。手遣いに大将は勝ち力士ごとに爪で名前の上に印をつけるのである。この印の付け方は今日の相撲協会で一番一番に勝敗を書き込んでいくチェックの仕方に似ている。相撲の設置への当日は召し合わせの儀ということで、極めて清潔華麗にその式場を前日に設営しておく。御殿の殿上には座を設けて幕を張り、天皇が真正面に座り座し、脇に皇太子が座る。そこからやがて脇の方に親王たち、大臣以下3位以上の苦行たちが座る。そして総額のうちに関係者が列をなして入場してくる。相撲人ははじめ遠咲きの上に狩り衣を着て烏帽子をかぶって参入する。取り組みが始まると衣を脱いで遠咲きだけになるのであった。遠咲きというのは昨日のお話してありますね、確認しましょうね。相撲人が御殿の前に現れるときには、近衛の衛士を先導にして近衛府の役人が行列をし、身分の軽いものから上の者へと苦行が並んで、左右の相撲の司の別当たる親王や学人
や武人、山岳人、鐘、ほら、太鼓、旗を従え、称名者。これは呼び出しにあたります。そして、立て数差し、立ち合わせ。これは行事にあたります。に続いて相撲人が歩んでいくのであった。この立ち合いは要するに相撲取りを立ち合わせる役であって、今日の行事にあたるが、左右にカクカク二人で出ており、服装は矢を覆って弓を持つものであった。立て数差しは差しとも呼ばれ、立て数差しですね、差しとも呼ばれ、左右おのおの二人であり、数を差して勝負の数を取るのであった。すなわち力士ごとに自分の方の勝ち力士であれば、地上に矢を立ててその数を明らかにする役だ。服装は立ち合いと同様である。天皇が相撲人御覧と言ってこの行事を迎えて閣見するときには、力士は南邸に並び、中宮太夫が肌を脱げと声をかけると、相撲人が紐を解いて肩結びと左右を脱ぎ、それぞれ起立して立ち並ぶ。そして東向け、南向けの号令に従ってそれぞれ向く。終わって紐を刺し、衣をまとって退出するのであった。待てと脇に対しては、ここですね、待てと脇に対してはしばらく止めて、天皇や諸公卿から何か訴え事があるならば訴えよというと、平素の願いを出ようと思っているようなことを申し上げる。そうすると天皇の方から九段のこと早く採決して許可あるべしと命じる。設置相撲をいよいよ行うときに、円座の上に剣を外し衣を脱いでおきます。左右の相撲は葵の花をかんざしにし、右側の相撲は夕顔の花を挟む。勝ち相撲は次の番に出る相撲力士に対してこれを使用させるのである。これを数しと言います。飢饉や疫病が流行っている年には使わないのが例であった。平安時代という時代はしきりに凶作飢饉や疫病が見舞い流行った時代だった。中央の政治は苦行の官位栄達の次第を考えることに急々としており、地方民衆の生活の開化と発展を図ることについては無策に等しかった。したがって地方と中央は権利した形で地主土豪が自律的な体制を進め、新しい息吹を示していった。こんな社会では相撲の設置も慣例行事としての継続が困難となってゆき、しばしば断絶した。そしてついに高倉天皇の時代の昭和4年1174年7月25日に行われた設置への相撲が最後で廃絶したのであったというわけでございました。いかがでございましたでしょうか。こういう話は面白くない、なんだか退屈だというのであればですね、まあちょっとやめることにしますが、まあ、もしですね、まだまだちょっと話を続けろっていうのであればですね、次回は練り合い、手合わせ、演舞というお話をしていきたいと思います。これはどのようなことかというと、設置相撲の取り方である、まあ相撲人はどのように相撲を取っているのか、この設置相撲の時ですよ、のお話をですね、ちょっと お話をしてみたいなと思っております。さあ、いかがかなということでございます。さあ、今日もですね、このようなお話が終わりました。まあ、お相撲よもやま話とありますが、どのようなよもやま話がありますかというと、まあ、別に今日はありませんね。で、まあ、今日は木曜日ですね、10月の27ですか、木曜日ですからね、あともう少しすると11月場所の番付ができますけど、本当にできるのかしらというふうになっております。さあ、お時間になりましたね。ご挨拶だけしときましょう。川原さん、お元気ですか。おコメントありがとうございます。マサピー、お元気かしら、ね、寒いですからね、
カバハラさんもマサピンもね、朝晩寒くなってます、随分冷え込みますからね、暖かくしてお過ごしください。森子先生ね、ありがとうございます、暖かくしてお過ごしください。教育時にケースのお話もねしたいと思うんですが、まあどうでしょうね、これの お相撲のね、相撲史の研究の話をしながらどっか一つ入れた方がいいのかしら、そういうわけでございましてですね、あと他にも、おコメントいただいております。 ありがとうございます。ちょっと時間がありませんのでね、ちょっとお名前の方割愛をさせていただきますことをですね、ひらにひらにどうぞお許しください。それではエンディングに入りましょう。さあエンディングでございます。花田勝氏が、さあ今日のお話いかがですか。なんだかわけわからないって話ありますけどもね、もう本当に遥か昔の話、今からね、もう約1000年近く前のお話ザマスはね、まあこんなわけのわかんないお話してますけども、ヘビリンバカなんじゃないのって言われると、本当バカなんじゃないのって言われて返す言葉がございません。まあでもね、この頃のお相撲っていうのはですね、まあ天皇陛下の前で見せる神事でございます。まあ神事、儀式、まあ設置相撲というのは儀式ですからね。で本当にこの時っていうのは、この当時の日本の国民というのは、豊作、そして五穀豊穣を願ってお相撲を取ってたんざいますわよ。まあもちろんその権力者たちの、まあ、おもちゃだったっていう部分は否めない部分があるざいますけどもね。まあこういうお話も聞きたい、こういう私のね、こういう今付帯したお話なんかも聞きたいというのであれば、まあ、今こういうお話をした後にお話しますけども、あんまりこの一つの動画の時間が長くなると聞いてる方が疲れちゃいますんでね、まあ、私のまとめた文章だけをお話しさせていただいておりますが、まあ、もし付帯するお話も聞きたいという方がいらっしゃれば挙手、そして次回のお話も聞きたいという方は挙手というわけでございまして、また次回私が殺されなければお会いいたしましょうね。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。